はいどうもポップコーンです。本日ご紹介する場所は沖縄刑務所。沖縄刑務所は本当の南西沖縄県南城市にある刑務所である。有名なところでは詐欺恐喝で6年の実刑判決を受けた征夷大将軍芳賀賢治が入っていった、仏芸能人は田代正史大先生が入っていた黒羽刑務所や堀江門が入っていた長野刑務所に入れられるようなんだけど、芳賀賢治の場合は沖縄県出身だったってことと、子供がいるってことで本人が希望して沖縄刑務所を選んで入っていたようだ。あちらの方沖縄刑務所で、あそこはあの囚人、入ってるような感じですけども、向こうの方はあの職員の宿舎だと思います。そして、風車ありまして、ここで馬もいるんですよね。あれさっきいたんですけど、馬もいるという、のどかな、大変のどかなところにある刑務所です。スミンチュ、スミンチュは、ぜひこの沖縄刑務所、実際に沖縄刑務所に来てみると海も近く風光明媚なところで風車なんかがあったり、刑務所のすぐ前に馬がいたり、2月だというのに全然寒くなくて、とても刑務所があるところとは思えないくらいのどかなところであった。なんか不思議な岩がありまして、でこちらバップパップ、ということで、ペンションがこの辺あって、韓国料理屋もあるっていうようなことです。あ、これレンタカーもあるということです。バップパップ飯飯っていうようなことなんですけども、ブルフォブルに立っているので、ハグゲームハートの地図が特徴なんです。ちゃんもたくさんです。ここにいい言葉が書いてありますね。ジャセヒフワヤエピダ、オレフワヤサンソッタ、ノドクロッタというふうに書いてあります。私のように沖縄に観光に行って刑務所を見ていく人も珍しいか、本当に観光のついでに来てもおかしくない刑務所だと感じて、私も入るなら沖縄刑務所を希望したいと思った。